はい、どうもこんにちは。映像制作のイエモンです。今日はですね、シネマ本ーーのチュートリアルやっていきたいと思います。今日はですね、このようなグミのような質感のマテリアルを作っていきたいと思います。それでは、どうぞ。レッドシュートを使って今回はレンダリングしております。まあ、ポイントとしては少し半透明、完全な透明にしてしまうと、もうガラスのような質感になってしまうので、えっと、少し半透明で、ちょっと表面ザラついた感じの質感にしていまして、で、まあ、このような感じでグミのような質感になっております。 ま、意外に簡単に作れますので、よかったら見てみてください。それではやっていきましょう。では、レッドシュートですが、こっからマテリアルを出してくることもできますし、この左下の作成から、レッドシュート、マテリアル、マテリアルっていうところからも出すことができますので、まあ、どちらでも大丈夫です。今設定しているこの最終目標のマテリアルをまず取ってもらって、文字は単純にモーテキストで出してきて、モーグラフのクローナーで複製しております。 で、ライトはドームライト1等入れております。まあ、ドームライトを入れることによって、まあ、簡単にフラットなライティングを作る場合は、まあ、このようにドームライト1等入れるだけで簡単に作れますので、このレッドシュートのドームライトは便利なライトですね。では、作っていきます。まず、このマテリアルを当て込んでおきます。テキストと平面に当てておきます。今、このような状態ですね。こっから作っていきます。えー、マテリアルをダブルクリックしてもらって、このような、えっ、ー、と、設定画面が出ますので、 今回このノードエディターは無視してください。アウトプットのところは選ばず、レッドシュードマテリアルクリックしてもらって、このようなね、プロパティが出てきますので、このプロパティを変えるだけで今回は作っております。その他、このベースプロパティからマルチ SSS、 コーティングオーバーオールとか、もうこの辺の設定ありますが、今回はもうベースプロパティ、この基本の設定だけ変えて作っています。まあ、今回はオレンジ色にしておりますので、まぁ、あ、ここのディフューズのカラーですね、オレンジに変えていくんですが、色に関してはね、お好みなので、皆さん好きな色をね、選んで作ってみてください。では、まずカラーのところをオレンジにします。 まあ大体ね、えー、これぐらいの色味ですかね。してもらうと、まあ、ちょっと濃かったかな。この辺はまあ、レッドシートの最新のレンダリング状態を見ながらですね、調整してみてください。ここでまあ、全体的な色味を調整します。で、このディフューズの設定はこれで OK ですね。で、次ですね、バックライティングトランスルーセンシー。まあ、ここではまあ、少し明るめのオレンジ、黄色に近い色を入れていきます。 で、ここのウェイトを上げていくと、えっと、反映されていくんですが、文字の影の部分とか背景の部分ですね、ここの色が変わっていきます。上げていくことで、黄色になっていきましたよねで。影の部分も少し黄色になっています。ちょっとわかりやすいように他の色にしてみましょうかね。水色とかにすると、背景のこの平面も青っぽくなりましたし、少しこの影の部分が青くなっております。 トランスルーセージっていうのは透明っていう意味なので、まあ、ここを上げていくと少しね、このように透けた状態にもなっていきます。まあ、今回はこの部分は少しだけ上げた状態にしておきます。これぐらいですかね。メモをつけてもらって、色はオレンジがかった黄色。もうちょっと明るめですね。にしてもらって、まあ、これぐらいの状態ですね。で、次、リフレクションの設定ですね。まあ、光の反射とか、そのあたりの設定。 ですね、反射の色に関してはは白で今回は行きます少しこの辺は微調整が必要なんですが少しウェイトを下げていってもらって反射をあんまりさせすぎるとこうガラスのような質感に近くなってしまうのでちょっと反射の強度は下げてもらってですね上げすぎない感じでまあ数値というよりは最終的なレンダリングの絵を見ながら、まあ、微調整してもらえればなと思うんですがまあ今回は僕はこのウェイトの部分を下げています 次はこのラフネスの設定をね、えー、変えていきます。数値をね、上げていきます。ラフネスっていうのは表面がね、荒れているとか、少しザラついてるっていうような、まあ、意味の言葉なんですが、今回はツルッとした表面じゃなくて、少しだけザラついた表面にしたいので、ここの数値を上げていきます。えー、0.4ぐらいにしておきます。で、まあ、このあたりの設定はこのまま置いておいてもらって、IOR っていうところの数値を上げていきます。まあ、少しだけ上げておきます。 で次、リフラクション、トランスミッションのところを、えー、設定変えていきます。ここの色味も少し黄色っぽい色にしておきます。明るめの黄色ですね。ここの設定が結構ポイントですね、今回。ここのウェイトの数値を上げていくと、で、この数値を上げると、 ちょっと明るくなりましたが、これどうなってるかと言いますと、少しね、えっ、ー、と、透明になっていってます。こうやって文字を重ねると分かりやすいんですが、このように文字が重なってる部分がこう透けて見えますよね。この透明感を使ってグミの質感を、えー、作っていきます。なので、ここの数値がね、えー、ポイントになってきますね。これを下げると、こ、ま、の、あ、上の文字が完全に下の文字を隠してしまってますが、このウェイトの数値を上げることによって透明になっていきますので、えー、このようにね、重なってる部分も裏が透過して見えるようになります。 で、ここのティーンオールドのチェックマークを入れてもらうと、少しこの縁が色濃くなりました。これで一気にグミのような質感が作れたと思います。これでマテリアルは完成なんですが、最終的なレンダリングの状態を見てもらって、例えばもう少し反射を落としてあげて、どっちの方がこう質感が近いかなっていうのをこう見ながら調整してもらって、今回は結構反射を抑えようだとか、 もう少ししっかり反射させて透明感を強くしたいとか、もっと表面ザラついた感じにマットな感じにしたいとか、まあ少しこのバックライトの色を変えてみて、影の色を少し変えてみたりとか、最終的なレンダリングの質感を見ながらですね、このあたりの数値を微調整してもらえればなと思います。 まあ今回はこんな感じでですね、グミのような感じの質感を、まあ、簡単に設定を変えることによって作れますので、まあ、紹介させていただきました。はい、というわけで今日の動画は以上になります。こんな感じでまあマテリアルの設定方法ね、まあいろいろ種類ありますし、本当にマテリアルの設定一つでこの物体がどのように見えるかっていうのは大幅にね、こう変わってきますので、物体を作るのも大事なんですけど、マテリアルとか表面の質感の作りもね、非常に大事になってきますので、またいろいろね、紹介していけたらと思います。まあマテリアルでゼロから作ってもいいんですが、まあプリセット プリセットとかもありましてそれをね、えー、と購入してきましてそれを使って作り変えたりとかしながら、まあ、新しい表現を作るのもありですし、まあ、プリセットの設定とか見てるとね、まあ、それもそれで勉強にもなりますのでそのプリセットの中を見て、まあ、自分でゼロから作ってみるとかもありですし、まあ、そういうやり方もあるんでまたね、えー、と紹介していけたらと思います えー、c m 本人のチュートリアル以外にも、アフテクトのチュートリアルだったりとか、動画編集ソフトのプレミアプロ、スマホアプリーバージョンの iMovie の回数だったりとか、まあ、自分で編集されてるね、YouTuber の方に向けたちょっとした編集のテクニック知識を紹介するコンテンツとかも上げておりますので、えー、よかったらチャンネル登録して、他の動画も見ていただけたらと思います。えー、最近コメントとかもしていただけるようになってきまして、まあ、可能な限りは返信もさせていただいております。 そこでまあ質問だったりとかまあ今後の動画のリクエストとかもありましたらよかったらえコメントもしていただけたらと思いますのでそちらの方もお願いします、えー、今日はこれで終わります。ありがとうございました。